Morning Jam。 3、4、 おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には海の中道、いやマリンワールド海の中道のペアチケットプレゼント。夏休みです。子供にどっか連れて行け、こっか連れて行けみたいに毎日毎日言われている親御さん、はい、どこに連れてっても暑いですよ。確かに。ただしマリンワールド海の中道、クーラー効いてて涼しいです。最高に気持ちいい。優雅に泳ぐお魚、そこでのんびりした後プールに出たらイルカと戯れませんか。夜の水族館が夏休みなんで始まりました。はい、夜はいいですよ。そうですね、福岡の夜景をバックにイルカがジャンプ、これ本当にロマンティックですよね。はい、マリンワールド海の中道のペアチケットは今週までということになってますんで、はい、はい、皆さんぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はこちら、男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。50代ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。土曜日の朝、地元直方の恩賀川河川敷のゴミ拾いのボランティアしてきました。ありがとうございます。こういうことをきちんとなさる方やっぱいらっしゃるんですよね。まあそれからね、まあ筑後地域は本当に雨で大変でした。私も2週連続でね、お片付けの、お手伝いに行ったんですけれども、まだまだお片付けのお手伝いが必要なお宅って結構あります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。土曜日の朝、地元直方の恩賀川河川敷のゴミ拾いのボランティアに行ってきました。ゴミでも何でも拾うのって楽しいですよね。こういう方いらっしゃるんですよね。僕は子供の頃から何でもかんでも拾ってくるのが大好きで、半ズボンのポケットの中にコーラやビールの王冠、おはじき、なんだかよくわからない紐とか釘とか、とにかく何でも拾ってきて、よく母に叱られてました。あれは僕が小学校2年生の頃の出来事です。授業で使う習字セットに残った墨汁を吸い取るスポイトを入れている友達がいたんです。うん、でも僕の習字セットの中にはスポイトが入っていない。どうしてもスポイトが欲しい。そこで母にスポイト買ってと頼んだんですが、余計なものは絶対買ってくれない人だったんでこういう方もいらっしゃいますよ ね。余計なものは絶対買ってくれない人だったんで、剣もホロロンに却下されてしまいました。でも欲しい、どうしても欲しい、あのスポイトで墨汁をチューチュー吸ってみたい。そう思いながら数日経ったある日、小学校の帰り道、家の近所のゴミ置き場を通りかかったら、なんとスポイトが落ちているではありませんか。うわスポイトやん、スポイト、やったスポイトやん。僕はすっかり舞い上がって、そのスポイトを半ズボンのポケットに入れて持ち帰りました。共働きだった両親は、私が学校から帰る頃まだ仕事で、いつも自宅にばあちゃんが帰りを待ってくれていました。ばあちゃん子だった僕は、家に帰るなりポケットから拾ったスポイトを出して、ばあちゃんばあちゃん、そこのゴミ置き場でスポイト拾ったと自慢げにばあちゃんに見せました。スポイト？なんだそら。ばあちゃんは目の前に出されたスポイトを見て、ヒヤーと変な悲鳴を出したんです。こりゃあんたスポイトじゃなくて干潮灰。館長？なんそれ。小学校2年生だった僕は、館長が分かりません。館長？なんそれ？とばあちゃんに聞いたら、あんた館長って言ったら、うんこが出た時にお尻の穴にこれ突っ込んで薬入れたよ。突っ込んだ後やけん、これ誰かのお尻に刺しとったんばい。僕は大ショック。あんたいいけん、はよそれあったところに捨ててきなさい。
言われるまでもなく大慌てで僕はそのスポイトいや館長を持った館長を元あった場所に捨てに行きました。いやそれにしても僕がばあちゃん子でよかった。もしばあちゃんに見せずに習字セットに入れて学校に持って行ったことを考えたらあれ以来僕の拾い癖はほんの少しだけ直りました。本当ですね。わあ、びっくり。思いもよらぬ。これはどうしますか。君が今日この仕事が終わって家に帰ってねバッグを開けたら誰かが使ってた。なんで私のバッグに入ってるんですか。わからない。それはわからない。例の仕業かもしれない。例の仕業って。これはもうすごすぎる。ひどい話だね。自分の半ズボンのポッケの中に誰かが使用済みとか。たまらんですね。それなんで頭をかいてるんですか。全身が痒くなった。そうですか。今日帰ったら君のバッグの中に新田太郎が使ってる。いやですよ。なんで新田さんになるんですか。わからないなんか目に入った人間の名前をちょっととりあえず叫んでみた。叫んでみた。いやでもね、すごい話ですよね。すごい。本当に学校に持っていかなくてよかった。小転結じゃなくて、もう始まりからおつまでがもう何の準備もできないまま。本当にそうですよね。悲鳴を上げてしまいましたからね。ばあちゃんこれスポイトあんたこりゃ感情形状はね本当に形状はっていうかね。あとねこれもすごいんだよな。ゆうこさん、中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。最近このおもろい家族のコーナーに賞味期限が切れたっていう話ちょこちょこ来てますよね、私の一昨日起こった出来事、ちょっと喉がいがらっぽいなと思って洗面台を探したらまだ封を開けてない綺麗なイソチンを見つけました。あーあったあった。ビニールを破ってコップにイソチンを少し入れて水を足してイガイガしている喉の方に当たるように喉を開き気味にして口に含んだ瞬間ビリ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 、はあ、今まで経験したことのない強烈な刺激。うわ慌てて箱を見てみたら消費期限が2011年。嘘でしょ。まさかまさかの同じウサギ年。とか一瞬回ってる。実は少し前に亡くなった義理の母の持ち物を片付けた時に出てきたものだったみたいで、物を買いだめする、そしてそれをきれいにしまう母だったのでみんなそんな古いものだと気づかなかったみたい。お腹が超強い私ですが、さすがに12年ものを口に含んでしまってどうなるかしらと心配しましたが大丈夫でした。皆さんお年寄りの持ち物には気をつけてください。へー、そうでしたか。すごいね。ビリ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 強烈な刺激。まあねえ、いやまあこの手のものなんで腐るっていうことはないんだろうけれどもね。ですね。本当に、まあ、未開封だったっていうのもよかった、まあ刺激に関してはどうでしょう。普通の状態でも刺激はあるんじゃないかなというふうにね思いますけれどもね。一曲お届けできないですか。ああそうですか、おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム。